岸田総理やめてけれはい、トマンチャンネル始めていいいい、きたいと思います3月15日日水曜日はい、今日は、えー、支払い日ということでね、えー、銀行行ってですね、えー、支払いの旅にね、行ってまいりまして、無事支払いが終わって、おっとね、なで方をなで下ろしているところでございます。はい、えーまあ、そんな中ね、もうびっくりしましたね。えー、岸田総理がですね、えー、今年は全国過重平均 1000円を達成することを含め、厚労市三社構成の最低賃金審議会でしっかりと議論をしていただきたいと述べたと。で、さらに、この夏以降、1000円達成後の最低賃金引上げの方針も議論していきたいと語ったということで、まあ、最低賃金をね、バリバリ引き上げたいというね、ことらしいです。今、山口県の最低賃金が888円だったと思うんですけれども、 えー、ということは、まあ、単純計算で、えー、1000円、ねえー、あと今年中に112円上げるということかと、まあ、全国の平均で、えーまあ、1000円だから、まあね、田舎も1000円というわけじゃないでしょうけれども、まあ、これを、ね、そのまま1000円、全部1000円以上にしますよというのを鵜呑みにするとです、ね 1, えー、112円ね。ね 上げなななくちゃいけないわけけわので,で、うちが今、一番下、募集してるときがですね、1050円で募集してるんで、これに単純に112円足すとですね、1162円がね、最低ラインになってくるので、どうしていくのっていうようなね、感じでございます。まあ、昨今ね、大企業が、まあイオン、昨日もね、動画で話しましたけれども、イオンさんとかね、まあ、飲食店で言えば、 全商産もね、正社員の給料を上げていくよと。で、まあ、アルバイトの給料もね、上がっていってますけれども、まあ、さらにね、政府が主導してね、さらに賃上げしていきますよというようなね、流れになるみたいです。はい。これで一番困るのは、えー、まあ、飲食店、まあ、居酒屋で言うとですね、まあ、シフト組むときに、まあ、時給は上がってるけれども、扶養控除、ね、の枠が上がってないので、 まあ入れれるね、人数、あの、時間が減る、減るわけなので、まあ単純に考えたらですね、シフトが組むのが大変になると。で、より人手不足になると。まあ働ける時間、時間というかね、減るので、時間が減るので、人手不足になりますよっていう、まああの、流通業のね、方が、 えー、2000何年問題っていうのは確かあったと思いますけれども、まあ、それと似たような感じでね、えーまあ、飲食店の方もこれをやられると、まあ、扶養控除の、ね、枠を何もいじらずに、ただ単に最低賃金を上げていかれると、まあ、単純に人手不足がね、加速しますよというだけの話なので、まあ、現場の人たちはね、本当に困ったよということになるだけだと思いますという感じですね。まあ、あと単純に、あのー 人件費ね、まあ最低賃金上げるということは人件費が上がっていくということなので、今ね、あの、原油がね、結構値段落ち着いてるんですよね。さっき見たら1バレル67ドル台だったので、もうなんか全然原油高じゃねえしと思いながら、えー、さらにね、為替も132円台かな、になってましたので、まあ円高基調になってますので、まあ、 これで、ね、物価高、ね、今まであの為替と、えー、石油で、ね、原油で、えー、物価高、ね、原材料費高って言われておりましたけれども、まあ、原油落ち着いてきたし為替もちょっと落ち着いてきたしじゃあ、ね、物価下がるのかって言ったらですねこれ最低賃金を上げるということは、まあ、人件費が上がりますので、まあ、その分価格転嫁しないと、ね、できないわけなので。 まあ物価も上がるということなので、まあインフレ基調が高まるということに結果なると思いますので、ええー、まあ普通に言ったら田舎の人がね、給料は上がってないのに、まあ給料っていうかね、正社員ですよね、正社員というか、まあ中小零細は、まあ給料上がってない、上げれないから、結果田舎に行けば行くほどね、あの生活が苦しくなるべというような話になるんじゃないかなと。まああとは高齢者とかですよね、まあ年金暮らしとか、 まあ、えー、収入がね、ない方、えー、ですよね。まあ、年金の方とかね、高齢者の方は、まあ、収入は増えないわけなので、ただただ、えー、生活がね、苦しくなるよというだけの話なので、年金がね、えー、そんなにバンと増えることはないと思いますので、まあ、ただただね、あの老後、結構きつくなりますよというような話になっちゃうんじゃないかなと思いましよね、これ、誰、誰得なんかなと。で、少々、あのー、最低賃金を上げたとて、 社会保険料とか、えーまあ、税金とかで持ってかれますので、少々上げたとて、じゃあ、はい、こっち側はね、あの経営者側はあの、はい、上げましたよとね、ね、えー、時給上げましたよとか、給料上げましたよって言ってもですね、じゃあ中身見たらね、あのー、手取りは増えてないっていうね、感じになると思いますので、上がってねえやねえかとね、もらう側はなるわけなので、誰が得するのかなっていうね、えー、感じを受けます。 はい、でまあさらにですね、えー、もうあとね、もう手っ取り早いって言ったらね、もうぜあの社会保険料を下げるか、もうおとなしくあの消費税ね、えー、下げてくれたら一番可処分所得が増えますので、別にこんな最低賃金いじらんでも消費税減税しろよというだけでね、はい、終わりというようなね、まあ、議論じゃないかなと思うんですけどね、見た目のね、最低賃金が上がったとてね、 まあ海外見ててもそうですけれどもね、じゃあ、あのー、時給はね、高いけど、じゃあ生活が豊かになってるかって言ったらですね、えー、欧米ともにね、今なんかも貧困層が広がってて、ね、あんだけ浪費癖が、浪費、浪費、浪費なね、アメリカ人が貯金始めましたとかね、いうね、あの本当に笑えない冗談みたいなね、ニュースとかものね、見ますからね。えーまあ どこもね、その見た目の時給は高いけれども、それ以上に家賃や、えー、ね、物価が高いし、高いから、えー、過食可処分所得は残ってませんよっていうようなね、国が多いわけなので、えー、まあね、日本も、ただ単にね、え最低賃金を上げても何も変わらないんじゃないかなと。まあ、とりあえずは、扶養控除枠をね、上げるところをやってくれないと、 まあ飲食店というかね、普通に、あの、ね、パートアルバイトで働く人をえ雇ってるね、会社とかね、お店とかっていうのはね、非常に困ることになりますよというね、感じだと思います。うん、もうみんなね、やめてよってね、多分思ってると思いますけれどもね、まあとりあえず最低賃金上げればいいんだろうってね、いうふな感じなのかもしれないですけどね。 えーまあ、選挙もあるでしょうからとりあえずやっとくかみたいな感じなのかなとは思いますけれども、まあ、今年中にねでまあ平均1000円を達成した後にまだ上げるって言ってますからこれは本当に中小零細はね結構もうだめかなっていうような感じにお隣のね韓国でも無理やり上げた時にねバタバタ行きましたからねで最終的にはもう雇わないっていうね、えー、ふうになると思いますので。 雇えないから雇わない、えー、っていうふうになると思いますので、まあ、どんどんそのね、商売の規模も縮小するようなね、えー、感じになると思いますので、うん、なんか全体的になんか絞むんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。というわけで、えー、岸田総理、ね、やめてけろ。<laughs> やめてけろ。はい。えー、というわけでね、まあ、本日、まあね、そんな感じでございましたと。えー、で、今日ですね、 あの先日ねあの伺ったねここいらっしゃいますね山口県が下関がね世界にホールスーパーヒーロー原沢、ね、久義選手の講演会にねあのお伺いした時にですね、えー、その壇上でですねモニターに私を映してくださってですね、えー、うちのお店の説明までしてくださってですね宣伝してくださったおかげで、えー、本日ねその講演に来てた方がもうね 12名様のね、ご予約をいただきましてね、えー、めちゃめちゃがっつりやってくださいまして、えー、終わってみたら、えー、炸裂でね、終了という、もう今週ボロボロだった中ですね、えー、本当にありがたいね、えー、ご予約をいただきました。ね、原沢先週、ありがとうございました。はい、というわけでね、えー、後半ね、あの大阪からね、あの一人旅で大学生がね、えー、来られてて、 IT 系のね、えー、会社に就職するということで、まあ、その就職前にね、あの青春18切符でね、えー、こう山陰から大阪から山陰からぐるーっと待って今度は広島経由でこう帰るみたいなね、ルートで旅をしてる途中にね取りまに寄ってくださってですね、まあ、ちょっとたまたまあのカウンターでね盛り上がってまして最後ね常連さんと一緒にねあのその子も一緒に盛り上がってね非常に、あのー、都会のねもう IT 会社、30階建てぐらいのところでね、勤めるらしいんでね、おかっこいいなぁと思いながらね、まあ、いろいろそのね、業界ならではのね、お話とも聞けましたのでね、でちょっとねあの、いろいろ話してたら当店のこととね、大変気に入ってもらえたみたいで、またね、あの来ますよってね、おっしゃってくださったので、頼むよと、指紋先にユニコーン企業をね、作ってくれと、えー、そしてねあの、移民してくれと。 移民してくださいとね、えー。あとね、うちの店も買収してくださいと私を雇ってくださいってね、えー、お願いしておきましたということでね。まあ、非常にね、まあ、インスタを交換してね、まあ、あのちょっとつな,つながりましたのでね彼の今後のね、えー、成長というかあの、まあ、どんどん出世するでしょうからね、活躍が楽しみだなと思いながらね、まあ、何人かのご縁だと思いますので まあこれきっかけでねまあ下関にね本当に移民してくれたら嬉しいなと色々いろいろ今回の旅でねぐるっと回ったらしいんですけど下関が一番あの気に入りましたとおっしゃってましたのであな、えー、がちねないこともないかなとね都会の生活に疲れたらね <laughs> もしかしたらね下関に来てくださるかもしれませんよというようなお話でした一件ねあの実際に東京のね IT 系の方がね 1か、えー、月お試しでね下関に住んで大変気に入って、えー、下関にね移民してきてくださった例がねありますし、まあ、たまたまあの知り合いなんですけれども、えーね、そういうパターンもありますので、えーね、大阪からもぜひね下関に特にね IT 系のね方、まあ、下関に IT 企業ないですけどね,、えー、ね来ていただいたらね、えー、盛り上がるんじゃないでしょうかということでん、ね、だったら企業ごとね丸ごと来ていただいたら。 ね、毎年賞大喜びだと思いますのでね、ぜひ、えー、移民待ってますよ。はい、というわけで、えー、結構ね、今日はバタバタでね、洗い物がね、本当に大量に出たので、えー、午前3時ぐらいまでね、ずっと洗い物しました。はい、なのでね、えー、腰が痛くなりましたよというお話でした。はい、えー、というわけで、えー、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、終わりまーす。